ぜ襲ってこない。蹴散らして。あの巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。巨人は…なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。他の巨人を倒してもらうんだ。アルミの考えなら私は従わない。本気かよ。クソ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。カッサバイディ、僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。次、ガサ節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。頼む、邪魔しない。分かったぜ。はい、カッサバイディ、よかった。今はまだ無事だ。邪魔しない。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。
このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。ついてきてほしい。私も行くわ。ごめんなさい。助かったぞ、アカマ。頼んだ、援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。わかった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。カッサバイデル、味方が苦戦している。行かないと。
容に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。やべ、次カッサバイト。クリスタを探しに来たの。巨人に会うとはついてねえな。本部に入れる。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。なんだと。
やった。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか、訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間だ。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。何なんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、必
考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンが、もしここで中東兵団を説得できると言うなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほど、どの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんか、お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。